ライド1で再起不能と思われる怪我を負いながら、ついに奇跡のカムバックを果たす。空手家であればね、必ず一度はその照準の中に黒沢弘樹っていう格闘マシーン、ファイティングマシーンっていうのを捉えたことが絶対あるはずなんですよ。愛と涙と感動のなにわ男、角田信明。青道会館の創成期を支えるとともに、リングス、K-1 と空手以外のリングにも積極的に立ったこの男も黒沢に憧れる一人。そして今、空手家の総決算として黒沢との戦いに挑む。二人の男の熱き思いが今プライドのリングを揺らす。その人間が歩んできた道のりであったり、背負ってきた重責であったり、通ってきた修羅場みたいなものをのぶつかり合いになるんじゃないですかね。彼も僕ももうその現役生活ってそれほど長くないと思うので、そのただ単に勝ち負けだけのものじゃなくて、ただやったというだけで終わりたくないんですね、この試合は。本当に試合が終わってから僕も考えさせられる、彼も考えさせられるような、そのお互いのものが出せたらなっていうのはすごく強い、それもありますね。黒沢弘樹 VS 角田信明。第4試合3分2ラウンドを行います。青コーナー174センチ93キロ、角田信明。魂の格闘家、角田信明。赤コーナー174センチ88キロ、黒沢弘樹。関取か格闘マシーン、黒沢弘樹。そして主審は添野吉次官長です。さあ、この試合のルールをご覧いただきます。フルコンタクトの空手ルール、1ラウンド3分、そして2ラウンド制、3分間の延長戦も組まれています。拳による顔面攻撃は禁止です。つかみは認められていません。1ラウンド中2回の技ありで1本、3秒間のダウンで技あり、5秒間のダウンで1本となります。なんか本当に役者が揃った対決ですね、うん、はい。角田信明は言いました。天国の大山総裁が、君たちどっちが強いかやってみたまえ、そう言って導いてくださったような気がしてならない。いや、なんかワクワクする対決ですね。さあ、太鼓の音とともに今試合が始まりました。すごい、なんかこう役者対役者の対決ですよね、なんかもう本当についに実現したかと、はい、しかもプライドのリングで実現したというのは本当に、なんかまあ運命的なもんですよね。そうですね、まあ、本当に黒沢選手が極真の頃ですね、はい、青道会館とは、まあ、接点がなかったんですよね、はい、まあ、ウエイト戦の時にちょっとあったんですが、それから約10年ぐらい接点がなくてですね、はい、まあ、黒沢選手は極真を離れてしまったんですが、それで、まあ、プライドのリングを試合をして、なんか運命的なものがありますが、そうですね、黒沢選手は下段回し蹴り、いわゆるローキックが得意なんですよね。そうですね、これですね、はい、そして角田信明はやはり渾身の突きということになりましょうか、はい、突きたい、しかしそういった技術論ではなく、今日は何か気持ちと気持ち、背負ってきたものをなんかこうぶつけ合う形、2人とも戦いに酔いしれたいっていうかですね、そんな対決じゃないですかね。でも黒沢選手がいいですね。そうですね、靭帯怪我してですね、この右、はい、1年以上休んでたんですが、もう絶好調で早く試合がしたくてしょうがないって感じですよね。それがこのプライドの舞台だったんですね、はい、プライド1、右膝の靭帯が断裂してしまったという、あーと、お互いこれは一発ずつ、顔面殴打がありました。顔面への拳の攻撃は認められていません。黒沢選手の回転が早いですよ、はい、スケールな。さあ、黒沢弘樹、1年9ヶ月ぶりの復帰戦がこの角田信明との魂の戦い。まあね、これ本当に空手対決をやってもらって、グローブの中でも試合見たいんですけどね、さあ、いった、下段回し蹴りですね、さあ、下段回し蹴り、黒沢弘樹。これが伝説の格闘家、蘇った伝説の格闘家、黒沢弘樹。さあ、またこの下段回し蹴り、強烈な下段回し蹴り、内股、
黒田さん微動だにしない角田、うん、黒田選手のあの鎖骨への回転が良かったですけどね。はい、いやしかし角田はあれ相当効いてると思いますが、効いてます、足は効いてますよ。微動だにしませんね、角田も。そうそうそう、それで逃げてもいいぞ、逃げ。表情変えません、角田。そして攻め続ける格闘マシーン、足が良いですね。ちょっと足が効いてきましたね。これが黒沢、しかし真の表情、目を見開いてまだまだという表情で角田が前に出ます。まあ、これあのリングサイドで村上龍二選手とか見てるんですけど、はい、勝った方がやりたいとかですね。あ、なるほどね、村上龍二選手もね、まあ、同世代はやっぱり黒沢博樹っていう一人の空手家に関しては特別な思い入れがありますからね。数々の伝説も作ってきた男ですから、はい、直進全日本大会初出場初優勝、その他の釣り指から骨が飛び出しても戦い続けたというような伝説もあります、はい。まあ、黒沢選手に関しては、思い入れあふれる戦いよりも勝ちにいってますね。そうですね、勝負に出てますね。いやだけど本当絶好調ですね。やっぱり今までずっと足を怪我してですね、はい、その何ですか、試合を遠ざかってて早くやりたくてしょうがないっていう感じの、まあ、黒沢選手でしょうね。そうですね、下段も足が速いですよね、はい。さあスローでご覧いただきましょうか。今の角田選手の返しも良かったですけどね、このロン、しかしヘッドが走ってますよね。走ってますね。まあ、黒沢選手の下段回し蹴りというのはまた特別な蹴り方というかですね、と言いますと普通の選手が、はい、ああいう蹴り方をすると足を痛めたりするんですけども、それだから足が強いんですよね。なるほどね、しかしその下段回し蹴りを受けても角田信明微動だにせず、あちょっと血が飛び散ってますね、鮮血が、はい。さあこれが2回戦の2ラウンド目、念願の戦いを繰り広げている両者、1年9ヶ月ぶりの復帰戦、ここまで戻ってこられたこと自体が奇跡だという。黒沢選手楽しんでますよ。さあ行った、黒沢選手楽しんでますね。1年9ヶ月ぶりの復帰戦、さあ行ったぞ。さあ角田はどうか、黒沢が前に出る。さあ突きから下段回し蹴り、下段回し蹴り、2発、効いてますね、3発。さあ効いたか、角田わっと効いている。いや違う、これは効いてるんじゃない。下段がアピールしています、ね、早いですね、下段が。黒沢よ、お前の歩んできた人生をそのローキックに乗せて俺に教えてくれ。俺が格闘技にかける思いを俺がこの隙に託してお前に与える。角田はそう言いました。さあその下段回し蹴り、1年9ヶ月の思いのこもった下段回し蹴りを黒沢博樹が放っていきます。それを受け止める角田、全ての人生を受け止めている角田信明、足がちょっと効いてきましたね。効いてきましたね、角田選手頑張ってほしいんですけどね。さあ来たか、叩きつける、叩き折るようなこの下段回し蹴り。さあ前に出る、声を上げながら角田がしかし耐えています。これはもう完全にいわゆる本当に極真ルールというかですね、掴みとか投げとか一切ないんで、離れて戦わなくちゃいけないんですよね。そうですね、苦しくてもやっぱり掴んで首相撲とかやっちゃいけませんから。残り2分、はい、さあ出ます、また前に出る、青コーナー効いてますね、ちょっと角田選手も頑張ってもらいたいんですけどね。それぞれが持てる人間力の戦いになると言ったのは黒沢博樹、勝ち負け以上のものがひしめき合う戦いになる。まあ、角田選手にとってもですね、この空手の試合というのはもう本当に10年ぶりぐらいですからね、空手ワールドカップ以来ですね、以来ですから、93年、7年ぶりぐらいですね、だからこの道着姿ですね、残りがあと1分になります。さあまた下段回し蹴りを受けた、下段回し蹴りと、さいや倒れるものかって感じ持ってると思うんですが、足はかなり効いてますね。人体が断裂したあの右からの下段回し蹴りも出ています。黒沢博樹強いですね、黒沢選手やっぱり、やっとここまで戻ってこられた黒沢博樹、あっと今鎖骨に角田信明の政権好きも入った。残りが30秒、さあ角田信明、いや角田選手は本当倒れそうなぐらい効いてると思うんですよ。しかしそんな勝負ではよく立ってますよね、かけらも見せません角田。また黒沢選手の下段は本当に強いですね。さあまた下段回し蹴り、そして突き、
鮮血が飛び散っている白い道着、勝ち負けではないそれぞれの思い、どちらが強いか頑張ってほしいですね。さあ最後この数秒間に魂を込める大きく声を上げた角田信明、そして黒沢博樹、魂の戦い終止符が打たれる今、太鼓の音、そして今赤い旗が大きく点をついた黒沢博樹、帰ってきた格闘マシーン黒沢博樹、そしてその復帰戦、その魂を受け止めた角田信明、強いなって感じですね。素晴らしい戦いでした。そして両者ががっちりと握手、勝ち負けではありませんでした。この戦い、お互いがお互いの魂を、お互いがお互いの攻撃に全てを込めて戦った、そして相手にぶつけた、ぶつけられた相手はそれを受け止めた、そして今お互いのグロービーを交換します。いや、黒沢選手にとっては本当にいい復活の相手が本当に目の前に現れたっていう感じですね。ああ今にっこり初めて笑った黒沢博樹、ちょっと何か涙まじりかもしれません、黒沢博樹が角田信明に帯を締め、そして角田信明が自分の帯を黒沢に託しました。素晴らしい戦い、添野主審が大きく両者の手を挙げました。勝利者トロフィーが贈られます。あの角田さんにしてみれば、角田選手にしてみれば、倒れそうなぐらい本当に痛かったと思うんですけど、逆に黒沢選手にとってはもう本当に感傷に浸る間もなくですね、自分が勝ちに行きたいというかですね、そういう試合だったなという気がしますね。そうですね、こういった魂のこもった試合はそれほど数多くあるものではありませんが、もっと長く見ていたかった気がします。そうですね、しかしこの6分間お互いにとってはどのくらいの時間に感じたでしょうか。瞬間だったか、刹那だったか、それとも悠久の長さだったか、全ての思いをローキックに、全ての思いを拳に込めた両者の戦いが終わりました。伝説の格闘家が今リングに帰ってきました。さあその一撃一撃をもう一度見てみましょうか。下段がですね、最初の角田さん、多分角田選手はですね、ちょっと受けてみようと思ったと思うんですよ、それがもう効いちゃったっていうか、そのまま試合が流れちゃいましたよ ね。だから黒沢選手にとってはですね、まあ、本当に打ち合いで2人の戦いを酔いしれるというよりも、もう本当に勝ちに行って、自分が復活することが先決だったというか、特にこの下段とかもう本当に効いてますね。この下段を出すのはやはりあれだけの大きな怪我の後ですから、非常に不安もあったと思いますが、また回転がすごい速いですよね、お互いのその